はい、皆さんこんにちは、大地です。チームフローコーチング習得のための5ステップ、1週間にわたってね、最初の全体像から最後のまとめまで出してみましたけど、ご覧くださいましたでしょうか。で、素朴な疑問ね、あの5ステップを通じて結局何が起こればいいのかっていうことなんです。で、その時に思い出してもらいたいのが何かというと、コーチング10の物語ね、人生の主人公として生きるための10の物語というやつを思い出してもらいたい。で、結局何かって言ったら、いい状態作って、ね、ステップ1そうでしたね、リソースフルな状態作ってラポールをしっかりと、取れてることを確認していく。で、ステップ2、とにかく相手にたくさん話してもらえるね、自由に話してもらえる。要は内側にあったものにつながって、しかも自分なんかストッパーかけることなくコーチに何でも話せる状態を作る、そのための傾聴だったわけですよ。そして3番、相手が出してきたものをそのままにするんじゃなくて、っていうのはどうして、他には言ってみてどう、だけどこういうことをやりながらどんどんと相手の言葉を入り口に相手の世界を探索していく。そして私たちが知りたいのは、今クライアントが何に困ってるのか、困ってる場面、そして本当はどうなったらいいのか、今想定しているのも1個先にあるその場面で、それを知りたい。で、そこに思いを馳せて、そこについて質問をしながら登場人物を明らかにする、椅子で見える化する、そしてそこのそれぞれの椅子に座りながら臨場感を出して、そこで何が起こっているのか確かめていく。で、それを俯瞰する。それをしながら結局何が知りたいのかって言ったら、クライアントさんの中で、あ、そうか、こういうことだったんだって何かの気づきが得られるのを助けたいわけです。どんな気づきか。1つ目、自分はこれまで十分やってきたっていう気づきを作っていくわけ。なんでかっていうと、クライアントさんが自分のことを受け入れられてなかったら、自分ができてないと思ってたら、これから主人公として自分の人生どんどん前に進めよう思えないじゃないですか。だからクライアントさんが我々と一緒にワークすることで、未来から現在振り返ってみたりなんだりすることで、自分はこれまで十分やってきたって思えて、ああそうだと思ったら、それで人生が前に進むわけです。コーチングが少しだけね、そのプリズムを通って角度がこう変わってくる、人生。そうですよね。他にもこんな気づきもありますよ。好きな人生を生きていいんだっていう気づきね。実はクライアントさんがこういう気づきを持ってなかったら、自分の人生生きてたらダメなんだ。でもなんか過去のことを思い出して未来のことを考える、特に未来の場面をあなたと一緒に体験して、そしてそうかって、こういうことをやっても好きな人生生きていいし、それで人の役に立てるんだって思えたら、やっぱりそれやりたいになりますよね。人はね、好きな人生生きると、人から叩かれるとか、人の役に立てないとか、人の足引っ張ると思い込んじゃってる人もいるわけ。あなたがしっかりと場面を作って体験学習を促していくことで、何を学習してもらいたいのか、これなんですよ。学習内容はこれ。自分はこれまで十分やってきた、ね、好きな人生を生きていい、それで人の役にも立てる、こういうものをまだ学習してない人は、あなたと一緒に体験学習することで、作った場面を体験学習することで、こういうことを学んでもらいたい。3つ目、自分の人生で大切なのは〇〇だ、価値観と言われてるやつですけど、例えば未来の本当に、制約がなかったらこれやりたいんだっていう場面でもいい、現状でもいい、それを通じて心の底から、ああそうか、自分の人生で大切なのは〇〇だと、こういうふうに思ってもらう。そうしたらどうしますか。コーチングが終わった後にそれをどうしても実現したくなりますよね。大切にしたくなりますね。手放したくなくなりますね。で、こういう気づきを作っていくために、あれらのステップがあるんだということですよ。自分は〇〇だ、セルフイメージ、あ、私はこれやる人なんだね、平本さんがよく話してくれるヒルトンの話じゃないですけど、ベルボーイがホテルチェーンのオーナーになったんじゃなくて、ホテルチェーンのオーナーだっていうセルフイメージを持ってた人間がベルボーイからスタートしたっていうことです。だから未来をしっかりあなたと一緒に体験して、クライアントがそうか、本当の私はこれなんだと思った時に、クライアントはその自分として振る舞い始める。だから現実が変わり始めるっていうことです。4番、未来に向けてすでにできていることを使えるものがいっぱいある。これリソースですね。要は大切なものが分かる、自分が誰かが分かる、で、あ、進んでいこうっていう時に、できてないことだけじゃなくて、できてることもあるぞってこう気づいていく。で、これがなかったらなかなか動きにくい人もいるから、あなたは未来から過去の方を振り返ったりね、現在のところを振り返ったりしながら聞いてみたらいいわけ。今ここに向けてすでにできてることなんですか。で、こういうことできてる、こういうことできてる、できてるよって言ってあげてくださいとかやるわけですよね。で、現在の自分のところにこういうことすでにできてるよって言ってもらう。で、現在の自分からこう聞いてもらう。そういうことをあなたが演出してあげると何が起こるか。そうか、すでにできてるもの、使えるものがいっぱいあるじゃん、これを使いながらやろうってなりますよね。そういうことのための舞台装置が1番から5番だったということですよ。で、何をしたいのか、これらのことをしたいんだっていうことです。そして最後、アクションと言われてるやつね。このやり方なら今から始められる、うまくいきそう、ああそうか、このやり方なら今から始められるし、うまくいきそうだっていうのを、現状と未来と必要に応じてまた別の場面作ったりしながらですが、この中から、ああそうかって見つけていくわけです。
まあここには目標書かれてませんけど、目標もそうね、あのまずここを目指そうっていうのもいいわけ。そういうふうに自分はこれまで十分やってきた、好きな人生を生きていいね、それで人の役にも立てる、自分の人生で大切なのはこれこれだとか、自分は丸々だ、でここには書かれてませんけどビジョン、本当に自分はこういうことになるのを望んでる、そしてあとりあえずまずここを目指した方がいい、目標みたいなものもあります、そしてすでにできていること、使えるものがいっぱいある、リソース、このやり方なら今から始められる、うまくいきそう、アクション、こういうことの気づきを得て確かにそうだって本人が納得するっていうのを支えていくのがコーチングだということです。10の物語なのにまだ5つしかないじゃないか。後半の5本は次のビデオでお伝えしましょう。